庭師。庭師とは、庭を作る人のこと。古くは、園庭やガーデナーと呼ばれる。庭石、樹木や、池、水路から芝などを含めて、庭を一つの造形空間として、設計志向、制作する人、またその樹木などの植物の生育を管理し、定期的に剪定したりする管理の仕事もする、専門家である。日本語圏では例えば、 小川自兵のように庭に関する事項全般、思考から手入れなどを行うほか、設計も行うことになるため、庭師が造園家や策定家と言われる場合がある。しかし、重森未練のような庭園の研究者や館長に、勤める造園技師が名園を策定する場合も多く、造園家や策定家はそうした人物らを含めた総称である。イギリスのランスロット・ブラウンは庭師でもあったが、 作庭家でもある。英語では、と、は異なる。すでに古代において、造園技術は発達し、バビロンの空中庭園やローマのドムスアエリアや、ハドリアーヌス庭園、ビラ・アドリアーナなど、大規模な庭園が造園されたことが知られている。しかし、機械的義芸一般を軽視した古代、社会においては、庭を作る者の地位は一般に低かったとされる。オスマン帝国の宮廷庭師は,は、 首切り役人も兼任していたほか、身分の高い者が裁判で死罪の判決が下された際、死刑の判決が出た被告と、都競争を行い、被告が、その競争に負けた場合は、即刻死刑執行、被告が勝った場合は、国外追放といった職務にも従事している。トルコでは、他十六世紀半ばチューリップの後輩が、盛んになり、改良新種が、次々と生まれた時代には、 チューリップ専門の庭師も誕生しているが、当時のイスラム長官、エブスードエフェンディまでも、楽園の光と名付けた新しいチューリップを作っていることが知られている。トルコはまた、インドを侵略したサイパプリカを持ち帰るが、そうした素材を、宮廷庭師に栽培させていたことが、ハンガリーに伝わる唐辛子にまつわる言い伝えから知られる。中世ヨーロッパでも、スペインなどで造営されたイスラム庭園、 特に水を引きで噴水などを駆使したアルハンブラ宮殿やヘネラリフェの庭園は有名であるが、同時代の修道院や宮廷では、菜園と庭園の区別はあまり発達せず、むしろ素菜園を兼ねた中庭が主流であった。ただしこの時代に関して残されている資料からは、宮廷庭師たちが国王や貴族の下で働けていた記録があり、 実用的かつ美しさにも配慮した園芸作業に従事していたことが分かっている。フランク王国のカール、シャルル・マーニュ大帝の邸宅庭園に用いられた植物リストには、リンゴ西洋なしなどの果樹のほか、ユリア、バラ、アイリス、セージなどが植えられていたことが記載され、視覚的なことだけでなく、芳香植物など香りも重視していたとされる。 旧帝庭師の素材栽培に関する記録は他にも多く、フランスで十三世紀頃に食されていたアスパラガスは貴族の野菜と称されるほど高価なものとされるが、特にルイ14世は旧帝庭師に一年中食べられるように温室栽培を命じたというし、五百九十三年にイベリア半島を旅行したマクシミリアン二世の宮廷植物学者、シャルルドレクリューズが カスティリ、スペインで、庭師や主婦までもが、カプシクム、唐辛子を丁寧に栽培していると報告。また、イタリアで、トマト栽培が裕福層の干渉用として、物から食用に移行するのは、ナポリの宮廷庭師が苗を自分の家に持ち帰り、食用にしたからと言われている。宮廷庭師、ミハイル・ハンフラは16世紀に、果樹や野菜を栽培する。 実用園として作られていたルストガルテンを1647年、ブランデンブルク選定国のフリードリヒビルヘルムの命により、オランダ庭園に改造したことが知られる。17世紀には、ジャガイモやトマトなどが、干渉用から食料としての経済的有用性が認められるようになり、イギリスなどは食料を大量生産するという目的で、それら素材の苗木を植民地で栽培し始める。 ルネサンス期からバロックに入ると、推理技術を駆使した庭園が発達し、メディチ層の建設に、古事も一世が依頼した推理技術者であり、建築家そして彫刻家として知られるニッコロとリボロのようなものが策定にあたり、また庭園設計の理論も盛んに著述されるようになっていくが、このことはヨーロッパにおける庭園の発達に大きな変革をもたらし、ベルサイユ宮殿に見られる。 大規模な庭園の造営において、造園家は、農芸の専門主という立場から、芸術家としての扱いを受けていき、厚遇されるようになっていく。ラファエロは、美しき女庭師を描き、モーツァルトの歌劇、偽の女庭師は1775年1月、ドイツミュンヘンで初演される。アンドレル・ノートルの家は、パリにある、王室所有のチュイルリーニワで代々働いていた。 造園家の家柄として知られるし、ドイツマクデブルクのフリードリヒウィルヘルムスパルクを手掛けたペーター・ヨセフ・レンネも、宮廷庭師の家柄出身である。チャールズ一世お抱えの庭師で、16世紀終盤から17世紀にかけて活躍したジョン・トラデスカント親子は17世紀中頃から18世紀にかけて海外から珍しい植物を採集してくる、プラントハンターと呼ばれる植能として活躍する。 彼らは、船で各国を回り、珍しい植物を採集してきては、自宅の庭で育てていた。また同じく諸国を回った、ロバート・フォーチュンもで園芸を収め、ロンドン園芸協会の庭師であった。イギリスでは他にハンプトン・コートなどの庭師、ジョージ・ロンドンや、ヘンリー・ワイズや彼らの下で働いていたスティーブン、スイッツ・アヤーヤ・アン・ジョー王の抱え庭師、ロジャール・カーラが知られる。 彼らは庭園の維持管理や集計を担当する王室園芸館として活躍する。日本では古くは園地を管理する、その池司などの完成や明治の開拓師が園芸師として外国人を雇っていることが知られるが、庭を志向する者の意味での庭師という意味と語は江戸時代に定着したのである。他に庭を作る者の呼び名は他に平安時代末期からの石立像。 室町時代の前阿弥など、山水河原の社があり、実際に庭を作る人物の身分が呼び名に現れている。室町以降の枯れ山水などの試みは広く行われるようになっていくが、これは、前宗の影響を受け接種、無双祖石のような石立像が台頭していったことがあるが、現在でも深や光、深谷光木、松野年明など僧侶が策定家となるケースはある。 江戸期は、海遊式庭園の形式が発達し、時の徳川幕府は、策定責任者の将軍家お庭師と共に御用庭師に、当たる大庭係などを定め、庭園管理に努めさせている。江戸期には、上岸園改修に参画した幕府の、お抱え庭師であった球団に江門や藤井友之進、出家園築造に呼ばれた京都からの庭師、清水七郎江門、清水園、 芝田藩に関わった幕府を抱え庭師、宗とも宮永殿内の和風枯れ山水庭園を策定した、首里の庭師城下親雲上城などがいた。駒込には、江戸城内の庭師も務めた植木や伊藤家などがあった。近代からは、植木職人や樹木、園芸師を育てる農家が野号を持って建設業、造園業や、石材業を営むようになっていくが、この中で、小川寺平の食地など、 今日にも残る老舗と言われる駅商や造園業者に発展したものや出入り業で家業を継いで発展したものが多く、また戦前頃から大学卒の学士などが修行し、独立するケースも見られていく。近代期では大川地産層を築造した広瀬利平殿が八津庭園を築造した戦国自らの手で合歩公園造成を開始した旧広崎藩庭市の水原守作。 芸品館を築造した佐野東江門、岩木渡太郎、柴又定釈店水系園を築造した向島の庭師、長井楽山などがいる。現在では、幾多の名園は、企業や公共団体が管理するものが主流を占め、中根金作のように、京都府など自治体の技師や、文化庁や、環境省など国の議官として任用されるケースもある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。